じゃあ皆さんお入りください。いえいえ。こちらの席がいいのかな。ここで。皆さんこんにちは、西岡と申します。声エコーしてる。あ、どうですか。エコーします。僕はどうかしたらいい。距離の問題ですか。何でしょう。マスターに聞きますね。マスター、ちょっとあの西岡さんの声がエコーしますと大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。お願いします。はい、音声よろしいですか、こんな感じで。はい、西岡と申します。今日はお招きいただきまして誠にありがとうございました。自己紹介させていただきますと、私は今58歳の、ものでございます。神奈川県に住んでおりまして内科の医者でございます。で、今日お招きいただいたのは、ここにちょっと私の本が講演にもご紹介されてますけれども、20年前にマルコポーロ拝観事件という事件があって、その問題が最近話題となっているそのヘイトスピーチ規制法という問題を考える上で、本当にくすぶっている問題であるというところにご注目いただいたんだと思います。大変光栄だと思っております。で、その内容はナチ第三帝国がその第二次世界大戦中にドイツがユダヤ人を差別迫害したことはもちろん明白なんだけれども、言われてることが全て本当なのかと、いうことを考えたときに、特に象徴的なアウシュビッツなどのガス死というものが本当にあったのかというところに、実は欧米で長い論争があって、実はよくそれを聞いてみるととてもあったとは思えないということを私が書いた記事です。だその記事にはちょっと間違ったところもいろいろ細かいところがあったので、2年後にこの本を出しまして、こちらは基本的には間違ったことないと今でも思っておりますけれども、そういう事件です。ただその時に言論弾圧のこと、言弾圧という言い方は大冗談かもしれませんけど、まさに言論の自由の問題があったわけですね。それでちょっとそのお話しする前にですね、私が とても好きな映画の冒頭をちょっと5分ほどお見せしたいと思います。華氏451度という映画です。ですね、未来社会で本を読むことが禁じられるという社会を描いた SF のようなフランソワ・トリフォーの映画なんですけれども、ちょっとそれをまず見てからお話したいと思います。ちょっと音を聞いていきます。これは私原作は読んでないんですけど、レイ・ブラッドレイという人の小説で、華氏451度というのは紙が燃える温度を意味するんですね。で、未来社会で本を読むことが禁止されて、本を持つことも禁止される、単純所持も禁止されるわけなんですね。誰かが本を持ってると密告が行われて、あそこの人は本を持ってます、本を読んでますという密告がいいと、そうするとファイヤーマンと呼ばれるこういう人たちがですね、なんかギガのようですけれども、その本を燃やしに行くんです。焚焼しに行くわけですね。で、本なんか読んだと犯罪で、持っていることも犯罪であるという、そういう未来社会で。で、これはとてもいい映画ですから、皆さんぜひ読んで見ていただきたいと思いますけど、この後この主人公がですね、だんだん本に興味を持ち出して本を読み始めると。それで、職場ももちろん、社会から追われて、森の中に本を丸暗記している 人々が住んでいるところに行くという、そういうふうになっている話で、とても見ていただきたいんですけれども、最初にこれちょっとお見せしたのはですね、もちろんこれは一つの SF というかカリカチュアといえばカリカチュアなんですけれども、これに近いことが皆さん驚かれるかと思いますけれども、欧米であったんですね。で、今日は7月5日ですけれども、昨日は7月4日でした。7月4日って何の日かというと、皆さんご存知の通り、アメリカの独立記念日なんですけれども、まさにアメリカの独立記念日の7月4日、今から、何年前か、31年前か、1984年の7月4日にですね、アメリカで、ある出版社が、放火されたんですね。で、こ
ここにそこの一冊持ってきましたけれども、あのインスティテュート・フォー・ヒストリカル・レビューといいまして、その出版社で、あの欧米で、あの欧米で非常に出版が難しい、あの近現代史に関する研究書をたくさん出してきたところです。でここにあるのは そこのたくさんある本の一つに過ぎなくて、ダッハウ収容所というところに関するあのこれも薄いですけど非常に密の濃い出版物なんですけれども、そこの研究、カリフォルニアにその出版社があって、あの古い公文書だとか新聞だとか雑誌の記事の貴重な記事とかをたくさん所蔵してたんですけれども、要するに私もマルコ・ポロの記事書くときに非常にそこから勉強したんですけれども、あのガス室という話がいかに怪しげな話か、科学的におかしいか、あるいはそのユダヤ人迫害したことは事実だけれども絶滅などという計画があったとは到底考えられない、根拠になるような一時資料をたくさん所蔵していたところで、そういう出版物出せたんですけれども、80年代あの初頭から何度も何度も、まあ、はっきり言うとそのシオニストか激派の団体から脅迫を受けていて、そこの出版社の職員などが暴力的にあの襲撃されたり銃撃を受けたこともあると聞いてますし、それから放火も何度もすでにあったんですけれども、31年前の7月4日についにあの大規模な放火が行われて、そこに大量の貴重な資料があの灰と化したと、まさに今の映画みたいなことをですね、あのことをですね、民主主義を自称するアメリカで起きたんですね。だけどそういうことを報道もされないから、日本人でその31年前の7月4日にそんな紛争の事件があったなんてことを知ってる人はほとんど皆無ですね。であのそういうことが背景にあって、あの私がなぜじゃあそのガス氏の話のいい加減あのがいかに怪しげであるかということを知ったかということはちょっとまた後で話しますけれども、私はまあそれ1989年頃にそういう問題が欧米で議論されていることを知って、当初は信じられなかったんですけども、だんだんあのいろんなことを知っていくうちに、あの民主主義を自称するアメリカやヨーロッパでいかに情報があの管理されているかということを知るに至りました。それでそうしているうちに、あの1994年なんですけれども、ここにちょっとそれ関係ある本があるんですけれども、亡くなった筑紫哲也さんのこの国の行方っていう本なんですけれども、これはあの皆さんご記憶だと思います。あのニュース23という番組で筑紫哲也さんが、まあ、テレビコラムみたいなことをやってて、多事総論と言って毎日いろんなこと言ってたんですけれども、その中であのこの本を持ってきたのはちょっと理由があるんですけど、94年に筑紫哲也さんがですね、まさにこのホロコーストの議論のことをちょっと一度取り上げたんですね。ちょっと待ってください。142ページ、7月13日ですね、1994年7月13日に筑紫哲也さんが あることを発言した。その94年に私が、まあ、マルコ・ポーロの記事を書くきっかけとなる書くことになった年ですけれども、94年という年にどういうことがメディアで語られているかということをちょっと知っていただくために、ちょっと筑紫さんの言ったことを抜粋で読むのでちょっと聞いてみてください。中国と台湾と香港の人たちの共同制作で南京大虐殺の映画を作ることが決まったそうです。中国では別の監督が同じテーマで映画を作ることを考えているようです。もちろんこれはスピルバーグのシンドラーのリストが大ヒットしたことに触発されての動きだと思われます。この映画の、制作意図はこのままいけば真相が埋もれてしまう、一刻も早く証拠を残していく必要があるということでしょう。これは明らかに長野法務大臣の発言、南京大虐殺はなかったのではないかを意識したもので、それに対する反撃の意味もあると思われます。この虐殺をめぐる議論の一つに、殺された人が千の単位なのか万の単位か、あるいは十万の単位なのかということがあります。日本では最近松本で起きたサリン中毒事件で7人の方が亡くなって、あれだけ大きなショックを与えているわけですから、一千であろうと万であろうと殺された人々が映像で再現された時のインパクトは極めて大事だろうと思います。大事なことは、我々にもシンドラーのような物語がないかといえば、前にも触れた杉原千畝のリストがあります。
それぞれの国に物語があるのですが、国際社会では説得力に自分を語る努力をしなければ負けですという、ここのこれは一つ資料として今読んだんですけれども、94年にですね、非常に日本におけるいろいろな歴史を、特に歴史をめぐる議論などについて規制を加えなきゃいけないんじゃというじゃないかということがですね、語られるようになった。でそれにはさらに言うと国際的な背景があって、94年に私はとても非常に印象に残ってるんですけれども、ドイツでそのこのハロコーストに関する議論に対するについてですね、そのガス室を疑うようなことを言うと禁錮刑になるというふうにその法改正がされて、とても規制が厳しくなったんですね。それ以前から規制はあったんですけれども、でそれをですね、私は日本の新聞で読んだんですけれども、これは怖いと思ったのは、日本 の, そのマスコミがそういうことを全く批判しないで、さすがはドイツだ立派だというような感じで、その言論規制を日本もするべきじゃないかというような方向にどんどんメディアの論調がなっていったんですね。で今ごめんなさい、もう一つこっちの方を読まなければいいが、こっちを読みます。94年6月17日のタディ総論でですね、筑紫先生はこう言ってるんです。これ僕テレビで見ました。ドイツの国内にアウシュビッツの嘘と呼ばれている主張があるそうです。極右勢力が繰り返し言っているもので、ユダヤ人の虐殺について収容所の能力などから考えて、そんなにたくさん殺せるはずがない、そして虐殺は世界の歴史の中でたくさんあるのだから些細なことだというものです。似たような論理を聞きになった覚えがあるのじゃないでしょうか。南京大虐殺はそんなに人が殺せるはずはない、世界中で同じようなことがあったのになぜそれだけを問題にするのか、長野法務大臣のでっち上げ発言に通ずるものです。ところがこのアウシュビッツの嘘を主張することに対して、ドイツは近く刑法を改正して、この主張したものは罰するという、ある意味ではぎょっとするような法律が成立する見通しです。これに反したものは最高禁錮3年です。刑法ですから軽犯罪ではなく非常に厳しい罰則を科すことにしています。なぜこういうことが起きたかというと、言うまでもなく極右勢力が非常に台頭していろんなことが起きていることが原因です。ナチスの宣伝で100回繰り返せば嘘も本当になるという有名な言葉がありますが、アウシュビッツの嘘を繰り返し続けるとそれを半分信じる人が出てきたりする。そのことをあえて防ごうというわけです。言論の自由あるいは民主主義の原則から言えばかなり問題のある改正に見えますが、ドイツの与野党、そしてなんと言論界もこれを支持しているそうです。ドイツの世界に対する確固たる姿勢を示している点では、日本のケースと比べて他山の石とでも言えるのではないでしょうか。これ筑紫哲也さんの肉声です。肉声です。だから私の意見言う前に、一次資料原資料としてジャーナリスト の肉声をそのままご紹介したんですけれども、ちょっと今日ここにいらした方はそのいわゆるヘイトスピーチ規制法ということをもうすでに意識している方が多いと思うんで思われると思うんですが、なんて今と同じようなことを言ってると皆さん思われないでしょうか。94年にだから今名前出しちゃいます。例えば有田芳生さんなんかが言ってるようなこととほとんど同じようなことを筑紫哲也さんがテレビでですね、テレビでですよ、電波の上でこういうこと言って、そのドイツの言論規制は立派だみたいなことを言ってるんですね。で94年っていうのはこの筑紫哲也さんの今一つの資料として私紹介しましたけど、それ以外にも新聞なんかでもそういう論調がかなり目立ちまして、それが私が実はマルコポーロに記事を書く動機だったわけです。でちょっと話が前後しますけど、ですね、私はですね、もともとどちらかといえばというか若い時は本当にかなり左翼的な左翼そのものだったんですけれども、1989年にたまたまニュースウィークの日本版でここにあるようなこういう記事を見ました。これね、ちょっと足りる白黒でコピー持ってるんですけど、足りなかったらどうしようかな。とにかく、まあいいや、コピーのことはともかくとして、ニュースウィーク日本版でですね、こういう記事があったのを私はたまたま偶然目にしました。これはですね、1989年6月15日号で、天安門事件特集した記事だ、こうだったんで、私はたまたま買って読んだんですけれど、そこにちょっと戸惑うような記事が載ってたんです。アメリカのプリンストン大学のアーノ・メイヤー教授という方がいてですね、この記事には書いてないんですけれど、ユダヤ人です。で、この記事に書いてあることを言うと、アメリカにおいては左翼とみなされていて、そして祖父、おじいさんの一人はですね、
大戦中にナチスの収容所で死んでいると。で、まあ、本当にリベラルな人なんですけれども、そのアーノ・メイヤーという人がある本を書いてアメリカで物議を醸していると、大論争になっているという記事なんですね。でどういうことかというと、天はなぜ暗くならなかったのかという題名の本を書いて、その中でこのメイヤー教授はプリンストン大学の教授です。大変権威あるところでの人ですが、プリンストン大学の教授であるメイヤー教授がですね、大戦中ユダヤ人の多くはガス室で殺されたんじゃないんだと、病気や飢えで死んだんだと、誤解しないでほしいんですが、ガス室ないとは言ってないんです。ガス室もあったけれども、それで殺されたのはごくわずかで、大部分は病気や飢えで死んだんだと。それからドイツは最初からユダヤ人を南殺しにする意図はなかったと、それがただ戦争中の混乱でそういうふうになっていったというような、ちょっと曖昧な書き方をしてますけども、そういう本を出してすごい非難合々の嵐が起きているという、そういう記事なんです。でニュースウィークのこの記事は基本的にこのメイヤー教授を批判する記事です。こんな 今頃になってなんでこんなとんでもないことを言うんだというような感じなんですけれど、しかしまあ、一応僕ニュースウィーク日本版に一応これ評価したいのは、日本のマスコミはこういうアメリカでこういうことを言う人が言ってもその議論の存在そのものを紹介しないんですね。日本のマスコミの一つの特徴は論争を隠すってことだと僕は思うんですよ。論争を隠す、第二次大戦直後からそのドイツのやったことに関してガス室なんて本当にあったのかという声はもうユダヤ人の側からも出てて、ずっと論争あったのに、そういう論争なかったかのように左右を問わずですね、日本の新聞テレビ雑誌はそういうことを隠してきた。だけどもまあこれは日本版です、僕は英語版のこの記事で思ってますけれども、それでもニュースウィークはもちろんガス室なかったんて言いませんけれども、ここではっきり圧倒的大部分のユダヤ人がガス室で殺されたのだってニュースウィークとしてのスタンスはっきり書いてますけれども、でもこういうことを言う人がいるという社会的事実は紹介するわけですね。でこれを読んだ時は僕は変な人いうことを言う人だなとしか思わなかったんですけれども、その後いろいろと、まあ、僕はもともとカセディ中毒でいろんな本を読んでたんで、英語のいろんなものをたまたま読んでた時にこの記事にちょうど該当するような出版物に触れる機会があって、それは、まあ、さっき言ったそのフォーカスされたこのインスティテュートフォアヒストリカルレビューと略して IHR と呼ばれていますけれども、 IHR という出版社の出している英語のパンフレットをたまたま読んで、これを思い出して、そうだニュースウィークに載ってたなっていうんで、何かこういうことに議論あるんだなということに、まあ、私は気がついたわけです。ただそれは89年です。でついでに言いますと、まあ、ここ皆さんいろんなご意見の方いらっしゃると思うんですけど、僕はあんまりそんな歴史に興味ある方じゃないんですけれど、皆さんいろんなご意見あると思うんです。僕はバリバリの反原発派で、当時も今もそうなんですけれど、広瀬隆さんの本をよく読んでたら、広瀬隆さんの本の中でヒトラーやナチスを育てたのはアメリカの銀行で、銀行家たちであると、ロックフェラーやモルガンが彼らを育てたんだというようなことを書いてるようなことがあって、僕は非常に頭が混乱したんですね。それまで学校で習ったような歴史では日本とドイツはとにかく悪かったんだと、で私は全く素直にそう思って知ったんですけれども、広瀬さんの本を読んでいくと、だけどそれをそのナチスを育てたのはアメリカ のウォールストリートだというようなことが出てきて、そう単純な話ではないんじゃないかと。それからまたちょっと保守の論客で今藤井元気さんというお名前の方がいらっしゃいます。今、まあ、藤井昇さんとおっしゃったんですが、その方の本の中でレニー・ブレナーというアメリカのジャーナリストのことが紹介されていて、レニー・ブレナーというのはアメリカのものすごいリベラルなユダヤ人ジャーナリストなんですけれども、その人がザイオニズム・イン・ジ・エイジ・オブ・ザ・ディクテイターズといって、独裁者の時代のシオニズムという本で、これはシオニストの活動家たちがですね、大戦中実はですね、ナチスと協力していたと、協力関係にあったということをユダヤ人のジャーナリストが暴露した本を書いたと、そういうことをいろいろ読んでて、今まで自分が習ってきた現代史と何か違うところがあるんじゃないかと思っていたときに、こういうニュースウィークの記事をたまたま読んだので、まあ、私はそういうこのホロコーストについて実は欧米に議論があるということを知ったわけですね。でただ別にそれでもう本当にマスコミってのは とんでもないもんだなと思いながらも、別に何かそれで自分を書こうなんてことは全く思ってなかったんですけれども、さっき の大変素晴らしいお話にちょっと重なる部分があるんですけれども、その後1991年に湾岸戦争という戦争がありました。
でその時に私はアメリカの戦時報道、さっき出たイラクでのプロパガンダのこととか出ましたけれども、自分の時代の問題としての戦時報道というのを見てですね、知識のあったこのガス室の問題をそれを改めてちょっと考えたんですね。で赤ちゃんをそのイラク兵がその殺したって話もそうだったですし、それから私が非常に印象に残っているのは開戦後間もなくですね、そのペルシャ湾に原油が流れ出して、それで水鳥が油だらけになっているの画像が流れて、それでものすごい反イラク感情が高まったわけです。で車の中でニュース聞いてたら、そのアメリカでそのもうこれは戦術核兵器を使う段階じゃないかなという声が出てるとか言ってですね、どうなるんだろうと思っていたら、その油まみれの水鳥はですね、別にイラクが原油放出せいじゃなくて、あとその年 の, 終わりになって分かりましたけれども、アメリカの空爆で原油が流れてそれでそうなってたんだということが分かって、それなのに映像で騙されると、世論というものはなんて簡単に、もう自分もその一人ですけれども、世論ってなんて情けないんだろうと、もう違ったキャプションつけられただけですぐに憎しみの対象がコロリと変わってしまう、こんなものなのかと、民主主義っていうのはこういう恐ろしい面があるんだなということを思ったりしてたんですね。で、ちょっと待ってください。これはたっぷり。これはたっぷりあるから皆さんにお配りしますけど、その湾岸戦争終わった直後に、今度はいわゆる右の人とされてますけども、亡くなった江藤淳さんがですね、江藤淳さんは第二次大戦後の日本を占領したアメリカがいかに日本のメディアに対して検閲を行ったかということで研究された方で、アメリカに行って当時のアメリカの検閲の仕方を詳しく研究して閉ざされた言語空間という本を書いた方ですけども、その方が湾岸戦争終わった直後に湾岸戦争中の報道をですね振り返ってある談話記事を出したんですね。でこれの中にとても印象に残っていることがあるんです。ちょっと抜粋して読みます。今度の湾岸戦争で検閲というものがあることを久しぶりに思い出した人もいるだろう。また若い人たちの間では初めて知った人が多いかもしれない。多国籍軍もイラク側もいずれも非常に徹底した検閲を行った。その結果、不思議なことに一体イラク側でどれだけ犠牲者が出たのか正確な数がわからない。私がかなり角度の高い数字から聞いたところでは、クウェートだけでイラク兵が30万人死んだという説もあるようだ。一方アメリカ側の犠牲者も数百人ということになっているけれども、実はよくわからない。検閲が戦死者の姿が見えないきれいな戦争を作り上げたのである。テレビで見る多国籍軍側の映像はアメリカの管理下での社で作られた映像だった。私は一連の映像を見たときに、ああアメリカは本気でやっているなという気持ちがしたものだ。これ貴重な内容なんですよ。全部読んじゃいます。そんな内容ないですか。話は11年前に遡る。1980年の春、私は日本占領中に米軍が行った検閲の研究のためアメリカに滞在していた。日本の国際交流基金から派遣されてワシントンのウィルソンセンターという研究所に研究員として滞在していたのである。その時研究所でベトナム戦争を振り返るシンポジウムが開かれた。ベトナム戦争の際大いに反戦の論陣を張ったニール・シーハンというアメリカのジャーナリストも当時この研究に研究員として来ていた。ベトナム戦争は今度の湾岸戦争とは対照的にアメリカが苦渋を飲まされた戦争である。しかも80年の春はカーター大統領のイラン人質救出作戦が失敗した直後だったから、アメリカにとっては非常に暗い雰囲気の時だった。ところでベトナム戦争当時のディーン・ラスク国務長官はもうすでに引退して郷里ジョージア州のジョージア大学の教授になっていたのだが、シンポジウムに参加してほしいと招請したところ、彼はアトランタから飛行機に乗ってワシントンまでやってきた。パネリストでもなければ発表者でもない、フロアの一群にじっと座っている初老の人物を見て、ディーン・ラスクそっくりの人がいるなと思ったら、まさにその人であった。彼は目前と議論を聞いていた。私も外国人だし、ベトナム戦争についてアメリカ人同士がギリギリ言ってるのをただ黙って勉強のために聞いていた。するとラスク元国務長官はシンポジウムの最後に手を挙げて、配布をえぐるようなことを言ったのである。今までいろいろ貴重な意見を賜ったけれども、私はこの戦争は失敗だと思っている。そのことについてはご異存はないでしょう。みなシーンとしている。ラスク元国務長官は続けた。なぜ失敗だったかといえば、合衆国政府はベトナム戦争では一度も検閲しなかったからだ。
優る第二次大戦においては誠に国烈なる検閲を実施して戦争に勝ち抜いたのに、ベトナム戦争では検閲をちゃんとやらなかった。したがって我々は15の国民の支持を得ることができなかった。考えてもみたまえ、自分の息子や恋人や夫がベトコンに惨殺されている画面を毎日のように見ている国民が、この戦争を続けましょうという政府の呼びかけに積極的に応えるわけがない。ああした報道のもとではどんな政府でも戦闘を続行し勝つことなど不可能だ。ラスク元国務長官がこう言ったとき、シンポジウムの会場は満場水を打ったように静かになった。特に反戦を叫び続けていたニール・シーハンが一言も反論せず、厳粛な顔をしてうなずいていたのが印象的だった。これはとても印象的な記事で、この後、日本の憲法制定における検閲の役割の話に行くんですけれども、それはともかくとして、湾岸戦争直後にこの記事を読んだときに私はものすごい衝撃というか考えさせられて、で特にこのラス国務長官がですね、ベトナム戦争は検閲しないから負けたんだと、とか第二次大戦は検閲をやったから勝ったんだという意味のことを言ってるわけですね。それで私はそれまでのこのガス死について共同議論がありながら隠されてきたことと、それから湾岸戦争の時に自分が見たその戦時報道というものを考えてですね、あ、そうだ、そのホロコーストといって我々が今信じているものは結局その湾岸戦争の時の戦時報道の油まみれの水鳥やその赤ちゃんを外に出して殺したって話が50年経ってそれで歴史になっただけのこと、何十年経って歴史になっただけのことなんじゃないかと気がついたわけですね。結局歴史といって学校で習いテレビで繰り返し見せられているものというのが元を正せば検閲によって生み出された映像や物語だったんじゃないかと、その一つの例がこのナチのガス室なる話だったんじゃないかということを非常にこのこれはサピオなんですけども、サピオに載ったこの江藤淳氏の記事を読んで思いました。後でちょっと話が出ると思うんですけど、私個人は政治的には右でも左でもなくてですね、もう本当どちらもないと思ってるんですけども、だから右の人の書くものも読むし、左の人の書くものも読むってことを非常に昔からやってきてるんで、広瀬隆さんの本も一生懸命読むし、江藤淳さんの本も一生懸命読むということで、もうそれでこういうことに気がついてたと思うんです。だから自分を右とか左とかいうことに規定している人っていうのは、ただ右だって言ってる人は左の人の本読まないし、私は左ですって思ってる人は右の人の本読まないから、こういう違った論者の言ってることを結びつけるってことができないんですね。だから広瀬隆さんと江藤淳さん両方読んでるとこういうことに気がつくんだと私はちょっと生意気に言えば思ってるんですけれども、ちょっと年寄り臭いことを言えばですね、若い方がね、なんか自分の論的みたいな人の話を聞かないみたいなことが多いのは非常に良くないと思いますね。はい、それはあります。最近でもね、差別反対の反レイシズム界隈なんですけど、最近でも、ヘイトスピーチ反対の反レイシズム界隈、これ配っちゃいましょう、論的な話を絶対読まない、そうでしょう、うん、それで今年の1月ぐらいなんですけど、1月ぐらいだったかしら、ウィルの花田編集長とノーヘイトの頃からの喫煙社長とが対談をしたんですけどね、花田編集長の方はヘイト本指定されて、すごい批判されてる本をきちんと付箋をつけてたくさん読んで、読んだ後と見られる、それで逆にこのからの社長さんはね、読んでませんって言うんですね。読んでないのに批判できるんですかとか、また大騒ぎになってましたけど、ノーヘイトとかヘイトスピーチ反対とか、ヘイト本、ヘイト本をなんか拠点から流せとか、本、社会に置くなってやってる人たちは、読んでませんって人が多いんですね。本当にそういうことを感じました。失礼いたしました。じゃあもうちょっと続けますね。それでそれか、私がこういう問題に関心を持っていたという経緯をちょっとその原子量 に沿いながらお話ししたんですけれども、それで94年にそういう問題意識を持ったので、私はそれまでに89年から集めてきた英語の資料を山のように持ってたんですけれども、誰かがこれを取り上げるべきだと、そうしないとこのままチクステシャさんが言ってるみたいな方向になっちゃうからと思ったんですね。
それ、たまたまその時にそこに本があるようですけど、木村アジさんという左翼護憲派のジャーナリストですけども、その方の湾岸報道に偽りありととてもいい本があって、それを読んでこの人なら分かってくれるんじゃないかと思って、これはその後で書いた本ですけどね、その方とコンタクトを取ったらば、まあいろいろあったんですけども、この本じゃないんですけどね、まあいいや、それ、木村アジさんがちょっと時間が経ってから非常に関心を持ってくれて、それで私にその英文の資料、ただ英語の資料をいきなり送ってもみんな分かんないから、あなたが自分で解説を書いてくれと言われて、と思ったんですけども、ね、ワープロで日本語の解説を書いて、それでいろんなところにダイレクトメールで送ったんですね。そしたらその中で当時マルコ・ポーロの編集だった花田編集がこれは面白いと言ってくれて、それで西岡さん書いてくださいと電話がかかってきて、94年の夏に書くことになったっていうのがマルコ・ポーロに書くことになった経緯です。で、まあ、それが経緯なんですけれども、こういう流れから言うと分かっていただけると思うんですけれども、私はいわゆるそのドイツやナチスの問題にそんな関心あったわけじゃないし、それからユダヤ人問題にもそんな関心ないんですね。で、ただそうじゃなくて、こういうふうに報道や情報操作の問題に非常に自分なりに考えるところがあって、でしかもそれがエスカレートして言論統制という形にまでなってくると、嘘をついて人を騙しておきながらですね、その嘘がばれかけてくると、今度はそういうことを言うやつは罰するぞっていうのはとんでもないことで、ソルジェニチンの言葉でですね、嘘と暴力は双子の兄弟だと、2人はいつも一緒に行ってくるってことがありますけども、嘘をつきまとっていって、その嘘を指摘されると、今度はその禁錮刑にするというのは暴力で対応するということですから、こんなことは許せないという気持ちから、ダイレクトメールを送って、そしてその反応として私が記事を書いたというのがマルコ・ポーロに記事を書いた経緯です。で、まあ事件のことをあんまり細かく言う気はないんですけれども、事件についてどういう経緯があったかというと、年が来た95年の1月17日に私のが夏に前の年の夏に書いた記事が掲載されました。4ヶ月待ったんですね。それで本当になんか不思議な偶然ですけど、阪神大震災が起こった日に発売だったんですけれども、それがどう影響したのかって時々文春の関係の人なんかと話すんですけども、それでしばらくはこの問題が浮上しなかったと見るべきなのか、ちょっとよくそこは分かりませんけれども、とにかく阪神大震災の、ここはもちろん大阪ですから皆さんとてもご記憶だと思いますけども、新聞もテレビもそればかりになっていましたから、しばらく私の記事のことは当然取り上げられなかったんですが、もう発売の翌日からいわゆる抗議は起きてたようで、サイモン・ビーゼンソールセンターとイスラエル大使館が抗議をしてきたということなんですけども、それについてお話ししたい前に、私は実はその時の反応でむしろとても興味深いことだと思っているのは、みんな誰も指摘しないんですけれども、私はマルコ・ポーロの記事で、あの記事はちょっと未熟なところがあって非常に間違ったことも書いてるんですけれども、私が結論として書いたことは、今日アウシュビッツで公開されているガス室は、僕こう書いたんですよ、ポーランドの共産主義政権か同国を支配したソ連が捏造したものであるってこう書いたんですね。イスラエルなんて一言も書いてないんですけれども、イスラエル大使館が抗議してくるわけですよね。でね、ところが僕が一番注目してたのは、そのポーランド大使館は全く抗議してこなかったんですよね。誰もこれを言わないんですよ。もちろんソ連も抗議してこないんですけれども。で、これは今でも面白いことだったと思ってます。で、まあ、気がつかなかったのかもしれませんけれどもね。だけど、とにかく私はそういうふうに書いたんだけど、抗議してきたのは先ほどお話にあったサイモン・ビーゼンソールセンターという団体とイスラエル大使館だったと。ただここがまたもう一つ皆さんにこの機会に知っておいていただきたいんですけれども、当時そのサイモン・ビーゼンソールセンターとイスラエル大使館の間にはかなり温度差がありました。と言いますか、私が風の便りに聞いているところでは大喧嘩があったと聞いてます。はい、何にも一緒になってやってたんじゃないんですよ。で、これは僕非常に言ったんですけれども、事件直後に花田編集長なんかにも言ったんですけれども、そのユダヤ人がという呼ばれる人たちがそのなんか一枚岩であるような見方は大変間違ってると。で、抗議してくれるイスラエル大使館とサイモンビジネスセンターすらがもうもうすごい不協和音を起こしてて、これは新聞で確認できます。この本のどっかに書いてあったんですかね。
ね、産経新聞にの記事がね、意味深長な記事が載ってるんです。これね、産経新聞の何月何日かな。95年の、まあいいや、私のこの本の273ページに載ってます。イスラエル大使が過剰反応は危険って言って、これ暗に SWC 批判してるなと私読んだ時感じたんですけど、そういう記事が載ってて、イスラエル大使館は、SWC のやることに全く、ありがた迷惑みたいに思ってたようですね。で、ただそういうことがあったんですけれども、話を戻すと、その、1月17日に発売されて、その、抗議はとにかく起きてた。ただ、その、地震の報道などがあったので、表面化してなかったんですね。それがね、1月20、10日ぐらい経った頃から小さい記事が新聞に出始めて、マルコ・ポーロの記事に抗議が寄せられてるってことが新聞に小さく出始めました。で、あと、ここをやっぱりお話しないといけないと思うんですけども、当時私は厚生省直轄課の、某病院で働いてたんですけれども、1月17日に発売された直後にはですね、私に何の反応もな、リアクションもなかったんですよ。で、ここ誤解する人がいるんですけど、何にも なかったです。それどころかですね、私のその病院の、某、管理職の人がですね、事務系の人なんですけど、廊下で私が、先生とか呼ぶから、なんだろうと思った。先生呼んだよ、すごいね、なんて言ってですね、感心してくれてて、何にもその厚生省職員でしたけど、当たり前のことなんですけど、厚生省からは何のリアクションもなかったんですね。ところがですね、それから抗議が、その広告ボイコットという形で SWC が広告を載せるなと、文藝春秋全体に抗議を載せるなということになって、事態がいわば深刻化してくるわけです。それで、僕の企業、1月20日頃に、ちょっと心配になって、編集部に電話を入れたら、まあ、これは笑い話なんですけども、羽田編集長が電話に出たわけですよ。で、編集長、どこですか、なんか、抗議があるそうですか、大丈夫ですかって言ったら、羽田編集長が電話の向こうで、いやー、西岡さん、ありがとうございますとか言うんですね。それで、なんて言ってますか、おかげで、マルコ・ポーロの名前が世界中に知れ渡りましたとか言って、それで、僕は、この編集長、大丈夫かなと思ったら、大丈夫じゃなかったわけですね。だけど、まあ、それは笑い話なんですけど、ただ、それ20日前後には羽田編集長もそんな感じなんで余裕しゃくしゃくだったんですよ。こんなん大丈夫ですよと思ってたら、1月26日に電話したら、ちょっともう深刻な感じだったんですね。で、1月26日に僕は覚えてるんですけど、文藝春秋に行って、当時のデスクなんかと会ったらですね、とても印象に残る言葉を聞いたんですけども、その広告ボイコットがそのマルコ・ポーロだけじゃなくて、文春の雑誌全体に波及しているということで、こんなこと言ったんです、某編集者が。私たちが、経験したことのないことが起きてますって言ったんですよ。で、これはちょっと僕はびっくりしましたね。というのは、文藝春秋は、週刊文春や諸君や週刊文春で、例えば朝鮮総連なんかとしょっちゅう喧嘩してて、抗議ファックス の嵐を受けたりすることも慣れきってたんですけれども、その文春のやっぱり編集者が、あの広告ボイコットについて、私たちの経験したことのないことが起きてますって言ったんですね。で、事件から数年経った時に、まあ、名前言います、ある、ちょっと名のある左翼系のジャーナリストの方と、このマルコ・ポーロの事件の話していたら、で、その時のことを話したら、その人がこう言ってるんですね。それは電通ですねって言うんですね。電通でなきゃそんなことできませんよ。つまり、全く広告が入らなくなるっていうのは、電通でなきゃできませんっていうことを言ったので、そうか、電通が動いたんだなって、後になって思いましたけども、その辺はよくわかりません。で、ただですね、その広告のボイコットのことで僕はちょっと非常に言いたいことがあるんですけれども、事実を言うと、その SWC が広告のボイコットを呼びかけても、実はその SWC の言うことを無視している企業があったんですよ、結構。そうです。だから、ほら、そういうふうに言うでしょう。だからみんなそういうふうに勘違いしてるんですよ。でですね、面白いのはその SWC の広告ボイコットの呼びかけに、反応する、答える、順番を見ていくとですね、最初、フォルクスワーゲンとか、三菱自動車かな、それ、とかが始まって、なかなかところが、それに乗らない企業があって、例えば最後まで、乗らなかった、もう最後の最後に一番になって、やっと広告ボイコットに応じたのがマイクロソフトだったんですよね。でね、順番見ていくと面白いのは、僕に言わせると、
シオニストロビーにちょっと頭が上がらないような企業ほどやっぱり早くそのボイコットに応じてるんだけども、そうでもない企業は案外その無視してるんですね。で私事件直後から行ってこの本でも書いたことなんですけども、サイモン・ビーゼンソールセンターというのをそんなにすごい組織だと思うのは間違いで、私はそんなに影響力ないと思ってます。で事件当時からですね、この広告ボイコットのことでなんかそのすごい力を持ってるんだというようなことで、そのユダヤ人の力すごいみたいなことを言う人たちがいましたけれども、僕は逆で、当事者の僕はなんだ大した力ないなと思ったんですね、 SWC ってね。でその後事件直後にある人がとても面白いことを聞かせてくれたんですけれども、1973年の石油ショックの後で第4次中東戦争をきっかけに日本がそのちょっと外交方針をアラブ寄りにしたわけです。その時にアメリカのユダヤ人団体の中でそれに非常に怒った団体があって、日本製品のボイコットをするぞって脅しをかけたことがあったんだそうですね。アメリカ国内でもう日本のテレビも車も買ってやんないぞみたいな運動をやるぞって言ったことがあったんだそうです。しかし実際には日本製品の不買運動なんて起きなかったわけですね。でその話、自分で多分裏取ってませんけど、これも大変面白い話だと思って、でマルコ・ポーロの広告ボイコットの話も電通が出てきたのかなという、これはもう証拠はありませんよ。だけどその某ジャーナリストは絶対電通だと言ったわけですけども、確かに広告が全く乗らないというと電通が動いたのかなという気はするんですけれども、もし仮に電通が動いたとしてですよ、じゃあね、電通が助けなかったら本当に広告ボイコットは成立したのかってことですね。つまりそんなにサイモン・ビーゼンソールセンターに力は私はないと思いますね。それからサイモン・ビーゼンソールセンターと創価学会 の協力関係というのはもうこれは公然たるもので非常にあるわけですけども、まあ創価学会あるいは創価学会がどういうふうにあの時動いたのかは分かりませんけれども、まあ、何かの形で協力してたでしょうと推察しますけれども、そのサポートがなかったとしたらどうだったのか。だから SWC にそんなに力は私はないんじゃないかと、むしろ彼らは力があるように見せたいってところがあるんじゃないかと思います。でさらに、まあ、ここにいらっしゃる方非常にレベルの高い意識の高い方だと思うのであんまりこんなこと言う必要もないと思うんですけども、言うまでもなく私も花田編集長もユダヤ人に対する敵なんて全くないですから、そんなもんないし、ユダヤ人差別なんてとんでもないと思ってるのが私と花田編集長で、事件の結果ところが日本人の中でですね、そのユダヤ人が怖いみたいな気持ちが生まれてしまったのは事実だと思って、これは私も花田編集長も本当に残念に思ってます。で別に言いこぶって言うんじゃないんですけれども、事件の後文春に読者の手紙結構来てて、私全部見せてもらったんですね。で40人ぐらい確か来てたと思いますけれども、やっぱりその中読むとユダヤ人は怖いと思いましたみたいなことを書いてる人いるんで、言いこぶって言うんじゃないんですけど、私はちょっともう一人一人に手紙書いて、ユダヤ人のことを悪く言うのはやめてくれというふうに手紙を書きました。で私も花田編集長も全くもってそういう心情でやってるんですけれども、メディアではまたそうじゃないようなふうにやっぱり取り上げられるわけですね。それからこの事件に関して、このまま事件があって 2,3 年経った頃なんですけど、98年だったかな、ちょっと気になるちょっと記事が出ました。それはですね、同志社大学の渡辺武達教授という方がいらっしゃいます。非常に創価学会寄りの方ですね、ご存知でしょう。で第三文明という創価学会系の雑誌があるんですけども、その中にそのコラムを書いてて、その渡辺武達氏がですね、非常に気になることを書いたんですね。でそれはですね、その要するにマルコ・ポーロ拝観事件で文春を改めてしつこくあの人は文春攻撃してるから、その文春を非難するコラムなんですけども、その中でこんなことを暴露してるんですよ。あるその文春幹部が事件が起きてしばらく経った頃に都内で講演してオフレコの発言をしていると、どっかそれキャッチするのか知らないんですけれど、でその人がですねこう言ったというんですね。マルコ・ポーロが廃刊になったのは記事の内容が間違っているとか広告ボイコットが打撃を与えたからではないと言ったんですね。でまあ私の記事正しい正しいのうんぬんのところはともかく広告のせいじゃないって言ったんですと、オフレコの回で。でこう言ったんです。
そうではなくて、同志を廃刊にした理由は、海外で日本人がテロに遭うという情報が入ったためであると言ったっていうんですよね。でつまり一応私は事件直後に広告ボイコットがあの功を奏して、まあ、文春は降参したのかなと一応思ってましたけれども、本当はそうじゃなくて、何かあのこのままでいくと海外で日本人がテロに遭うかもしれないというような情報がもたらされて、はい、あのマルコポーロ廃刊にしたと、と文春の幹部がオフレコの会で言ったと渡辺武田氏は書いてるわけですね。で渡辺氏はその文春を徹底的に批判している人で、私と対極の立場である、いわば論的の立場にある人ですけども、だからこそこの人が言ってる、だからこそそんな人が言ってることとして、これは非常にちょっと注目すべき情報だったのかなと思ってます。それから、ちょっと時間のこともあるんで、言論統制ということにちょっと話を戻しますけれども、私はだからそもそもそのドイツでの言論統制の強化ということをきっかけに、日本でもこういう言論統制が進むことを危惧して、それで危惧あのこれを書いたということから始まったわけですけれども、事件の後、それから事件の報道の中では、まあそういう、当然ですけど、私のそういう意図などはまあ全然組まれないわけですね。ただ、ちょっと興味深く思っているのはですね、あれから20年経ったわけですけれども、最近またその、だから言論統制みたいなことが出てきましたけれども、その、ホロコーストに、少なくともホロコーストに関するその懐疑的な言論を法律で規制すべきだという、主張はマルコポーロ廃刊事件の後ずっとあの鳴りを潜めていましたね。で今2015年であのまたそのヘイトスピーチ規制法というのが出てきて、私なりの立場からちょっと注目してるんですけれども、最近だからこの1年ぐらいそれが非常に言われてるんですけども、その中でもあのホロコーストの問題も規制するべきだと言ってる人は僕が見る限りは見当たらない。でただ私はあのこういうことをした人間だから、もう絶対そのこういうことを法律制定しようとする人はこれも入れようと思ってるだろうなと思ってますけれども、表立っては言わない。少なくとも筑紫哲也さんのようにテレビで他団の石ですなんていう人はいないわけで、今あの事件をどうその言論の分野でどう評価するべきかってのはちょっと難しいと思いますけれども、露骨にそのホロコーストに疑いを挟むことを禁止するべきだとは言いにくい雰囲気は作ったのかなと、ちょっとした自画自賛になるかもしれませんけど、ちょっと思うところはありますね。それからついでにちょっと、まあ、言っておくと、事件のあの後あるその事件の前からですけれども、私がまあそのお話したようにダイレクトメールでそのパンフレットを送ったり、それから情報操作研究会といって、そのこの問題をその論じ合うちょっと小さい研究会を作ったんですね。マルコ・ポーロ その廃刊事件までに4回ぐらいやったかな。名前は言いませんけど、皆さんの名前聞いたらびっくりするような言論界のビッグネームが来てました。あで一人だけ懲罰的な意味で名前言いますけれども、一度だけ来た方の一人お名前が本田勝一さんという方です。本田勝一さんもおいでになりました。で非常に共感してくださいました。これはちょっと理由があって、私というか当時非常に私の言うことにその通りだというようなことを言ってくれた人ものすごい数いたんです。名前言ったら皆さん腰抜かすほどびっくりするような人が含まれてます。当時の朝日新聞のトップ記者みたいな人もいたし、それから皆さん本当びっくりするような方がいるんですけれども、本田勝一さんだけはちょっと私ちょっと名前もう暴露してるのは、94年に研究会を開いた時には本田勝一さんが来てもうすごい共感したばかりか、一緒に私とやってたその木村愛理さんに週刊金曜日に連載を依頼してるんですね。だからまさにガス室はなかったという趣旨の記事を、それに木村愛理さんから聞いた話では、そのマルコポーロの原稿私がその花田さんに渡して94年の夏に渡したけどなかなか乗らないと、結局4回延期になってやっと乗ったわけですけれども、なかなか乗らないのを聞いて本田勝一氏がですね、木村愛理氏にですね、その原稿をうちにもらえないかなって言ったそうです。本当の話です。これ木村さん裁判までやって言ってるから、これ本当の話で、木村さんのところには執筆のいるファックスもありますから、物的証もあるんですけども、だからで
知っていただきたいことはですね、これは僕はあの嬉しかったといえば嬉しかったんですけども、私がダイレクトメール出してこういうホロコーストに関して実はこういう懐疑的な議論がずっとありますということを説明するものを送って、それから送った人からまた人づていろいろ広がった過程でですね、まあ肯定的に反応する人もいれば否定的に反応する人もいたわけですけども、肯定的に反応したり非常に強い関心を持ってきた方たちを見ると、いわゆる左右の枠を超えてた、これは私は良かったと思ってます。皆さんがの中にもしかするとそのナチガスはなかったんでいうとすごいなんか右翼的な発想と思うのかもしれませんけども、当時非常に関心を持ってくれた人、それからあるいは共鳴してくれた方の方にむしろ面白かったのは左翼的な方が多かったですね。で、僕は逆に、私個人のちょっと感想みたいなことを言いますけども、いわゆる保守系の人たちに対して私はある種ちょっと不信感を持つようになったのは、どうも本心ではなるほどガスなんてなかったんだろうなと思ってるみたいなんだけれども、表立っては全然そういうことを言わないような人が保守の側にはちょっと多かった気がしますね。むしろかなりはっきりサポートしてくれるような人は左の人に多かったですね。で、別に私を支持してはいませんけれども、事件後に何人かの人がいろいろ論評した中で、私は非常に光栄だと思ってる論評、批判なんですよ、批判だけれども論評があるので一つだけご紹介していただく本があるんですけど、皆さんご存知だと思います。広川隆一さん、パレスチナ問題を長年取り上げてこられたジャーナリストの広川隆一さんが98年に出したパレスチナ難民キャンプの瓦礫の中でという本があって、これはまあもちろんパレスチナ問題ずっとやってきた広川さんが書いたその自分の自伝のような本なんですけれども、この中でですね、私も実は随分後にやってこの本を知って、それで読んで驚いたんですけれども、非常に長いページをですねマルコポーロ廃刊事件を論ずることに費やしてるんですね。で、私見るところ事件後ですね、みんな要するにこの問題怖いからといって避けてコメント自体を避ける人が多かったわけですけれども、広川さんがご自分の自伝のような本の中でも非常に長文にわたってマルコポーロ廃刊事件のことを論じてくださって、で私に反論してます、反論してるけれども、私はもうとても嬉しいです。広川さんのような立派な方がですね私のことなんか取り上げてくれてすごい光栄だと思ってます。で、まあ広川さんはたまたまですね、1983年に初めてアウシュビッツを訪れた、それから2回目がそうだ97年、だからマルコポーロ廃刊事件の2年後にたまたまそのアウシュビッツを訪れてるんです。それで私のマルコポーロの記事とそれからなんとこの本の内容に即して詳しく論述してるんですね。それで何しようがここはおかしいと思うみたいなことを非常におっしゃって、私ははっきり言って反論できるけれども、これだけ詳しく論じてくださったということを私は大変光栄に思っています。で、広川さんはもちろんガセスあったし、ガセスで殺されたという立場からお書きになっているんですけど、こんなこと書いてらっしゃいますね。アウシュビッツを歩きながら、私は1995年1月に起こった日本でのある事件について考えた。文藝春秋のマルコ・ポーロ氏、95年2月号が、ホロコーストとガセスは本当にあったのかという内容の論文を掲載したことで廃刊に追い込まれた事件である。正確に言うと、廃刊に追い込まれたのではなく、文藝春秋が批判を受けて、自ら廃刊の道を選んだのである。この問題を軽々しく扱うことはできないが、ここで私なりに事情を説明しておこう。マルコ・ポーロ氏に掲載された西岡正則の「ナチ・ガセスはなかった」と題する論文が事件の発端だった。長くなるかちょっと省略して。こんなこと書いてますね。ガセスが存在した証拠がないという説は本当に公平に無当なのか。この問題に疑問を呈したり否定する文章を掲載することは広告引き上げの圧力を受けるほどの問題なのか。ホロコーストの検証はタブーなのか。この事件は私たちに多くの問題を投げかけた。過去に肉親をガセスで失ったと信じている人にとって今になってその親友を疑問視されることが耐えられない苦痛を伴うということは理解できる。
しかし投げかけられた問題を検証することなく、ただ雑誌の廃刊という形で幕引きはされたため、一体何が真実なのかと混乱した人が多いことは事実だ。多くの日本人は事情がわからないまま何やらタブーの世界があるのだと考えた。そして多くの出版社がこの問題には手をつけない方がいいという結論だけを出した。私は画質問題を検証するためにアウシュビッツに行ったのではない。しかし現地で時折この問題が頭をもたげた。画質はなかったという彼らの論拠に一向の余地があるのかという問題である。まあ、こんな感じで非常に長文で立って議論してくださってるんですけど、でもこんなことも書いてるんですね。西岡の述べたことで反論できないことは多くある。しかし私はその多くは私の無知ゆえかもしれないと思っている。例えばこんな機密性の乏しい部屋では大量の人間を効率よく殺せないと西岡は言うが、その是非は私には分からない。ただ私はイスラエルで何度も新型催涙ガス弾を浴びた経験がある。喉をかきむしって転げ回って苦しんだこともある。少しガスを吸うだけで痙攣を起こして救急車で運ばれたジャーナリストも見た。私はあれと同じ催涙ガスが人間が詰め込まれている部屋に 2,3 発投げ込まれたら確実にほとんどの人は窒息するだろうと思っていると、まあ、こんなふうにですね、非常に誠実に正面から論じてくださって、私はこれとても嬉しかったですね。で、広川さん、私広川さんがおっしゃってる書いてるいろんな議論について全て同じ意見じゃありませんけれども、まあ、正面からとにかく 論評してくださったことだととても光栄だったと思ってます。で、こういう方はどちらかというと結論から左翼リベラル系の人が多かったし、有名じゃなかった方の中でもですね、僕がとても嬉しかったのはですね、お手紙くださった方の中に一人日教組の活動家の方がいらしたんですね。で、私はこんな話言うのはちょっと自画自賛なんですけれども、知っていただきたいと思う。こういうことがあったことを皆さん知らないんで、やっぱり私言わないといけないと思うんで言うんですけれども、ちょっと自画自賛になっちゃうかもしれないけど、そのまま言いますと、私この西岡さんのこのマルコポロの記事を読ませていただきましたと、こう言うんですね。その日教組の活動家の先生は世界史の先生なんだそうです。それで、私はこのホロコーストのアウシュビッツの問題は生徒たちに必ず教えてきましたと。つまり皆さんご存知の通り、その高校の歴史というのはですね、最後の方はその受験が迫ってくるから現代史あんまりやらないで終わっちゃうことが多いわけです。とか、その先生は、私はそれではいけないと思いましたと。このホロコーストのことは絶対生徒に教えないといけないと思ったので、必ずこれは教えてきましたと。ですから私は私なりに勉強してきたんですが、その私がこの記事を読みましたと。それで石岡さんのこの記事を読みましたが、いくら考えても私は反論できませんでした。日教組の先生はそう書いてます。で、私はもう兜を脱ぎましたと。それで私はこのマルコポールの配管になったこの号をですね、たくさん買って担任の3先生全員に私はあげましたと。それで卒業するその生徒たちにですね、俺は毎年お前たち生徒たちにこのアウシュビッツの話をしてきたと。だが今こういう論文が出たと。つまり歴史というものは検討されて今まで言われてきたことが覆ることもあるんだ、その例だと思ってくれと、それが俺の選別だと。日教組の先生がですね、そう言って私の、まあ、拙い文記事だった、間違えたところもあったんですけど、それをとても評価してくださって、僕はすごく嬉しかったですね。だから私は後でまたいろいろ話出るかと思いますけども、何の議論でも日本の言論の世界はプロの人からそれからネットの人までですね、すぐ右か左かに分かれてですね、まるでなんかそのサッカーの応援みたいな、お前はどっちなんだみたいにすぐなるんですけれども、意見の違いは違いとしてね、そこは違いますよと言った上で意見の違う人と対話するってことはとても大切なことなんじゃないかと。私別に立教組に共感してる人間じゃないけれども、そうじゃない対局かもしれない日教組の先生がこんなことを言ってくださったこと、私は本当に名誉に思いますし、それだけにですね、今歴史戦なんて言って、その2つの陣営に分かれてなんか汚い言葉を言い合うみたいなことがファッションになってるようですけども、私はそういうことは、でも反霊術の会話が同じことやってます。霊術となんか居場所がいない、出てけほらとかで、もう言論弾圧がひどいんですよ、誰でも不可能って、そういう状況になっております。はい、すみません、ちょっと補足的なもの、はい、どうぞ。おそらく保守の方がですね、あまりそのこの問題取り上げてくれないっていうのは、実はその保守、イスラエル、新イスラエル派の議員が非常に多いという、
あとその、なんていうんでしょうかね、例えば新しい歴史教科書を作る会議はですね、あちらの方でそのイスラエルと非常に密接なあのキリストのマフィアという宗教団体に加わっていたりとかで、一度その関係で小林義信さんが新しい歴史教科書を作る会 の, あの会合の中でパレスチナ問題にイスラエルを批判したら、それで紛糾したということもありまして、うん、保守の中ではちょっとイスラエルネタっていうのはタブーみたいなところがあります、ね。うん、いや別にその応援してほしいなと思ったわけじゃないですよ。ただあの私なりに観察しててね、観察しててあの別に私批判するのは構わないんですよ。別にここがおかしいですと言ったって全然いいんだけど、失望したのはとにかく沈黙するってところに失望しましたね。だから異論を言うなら言えばいいのに、黙り込むってところで、ね、日本の保守の人ちょっとダメだなと思いましたね。最後の方は猛烈に私攻撃する人いるんだけど、攻撃するにしろあるいは共感するのにとにかく意見言うわけですよ。この点に関してはその方がまともだったんじゃないのかなと思いますよね。おそらくおっしゃってることを共感している方はいっぱいいると思うんですけど、保守の方がやっぱり公には言えないんだろうなと。だからちょっと僕はこのちょっと変わった、非常に変わった特異なことを体験したんだと思いますけども、その経過を通じて日本のその言論人といわれる人たちの人間関係とか、そのどういう仕組みで動いているかということをちょっと垣間見ましたね。うん、もうそろそろあのお時間が迫ってまいりますので、最後の締めの言葉をお願いいたします。ですね、まあもちろんお話ししなきゃならないことはたくさんあるんですけれども、そうだな、まあそのじゃあ言論統制云々ってことはちょっと違うかもしれませんけども、あのぜひ知っていただけるとあの嬉しいことをまた一つ言うとですね、これは実現しなかったんですけれども、あのこのマルコポールの廃刊事件が起こった直後に、私はちょっとあの私に味方するユダヤ人から聞いた話なんですけれども、アメリカのあるユダヤ人がですね、そのこのサイモン・ビジネス・センターのある方に非常に腹を立てた。それでその人がですね、ユダヤ人だけでサイモン・ビジネス・センターを非難する声明を出そうとして、そのあの奔走してた。でところが結局やっぱりいろいろしがらみがあって、だからそのユダヤ人としてその SWC あのけしからんと思うけれども、その名前出せないということで結局あのそういう声明出せなかったんだそうと聞きましたけれども、でもそういうふうにしてあの事件の時にそのあのユダヤ人だけであのサイモン・ビージェンソルセンターの行為を非難しようとするユダヤ人がいたってことは嬉しかったことだし、この機会に知っていただけたら嬉しいと思います。素晴らしいですね。今日は本当にもう石岡正則さんをねお迎えできて感動しました。とんでもありません。本当になんかもう今の2015年からにも重要ですよね、あとこれ将来的にもすごい重要な論客になる方だと思います。いえいえ、ただこの94年になんか戻ってる気するでしょ。ね、この筑紫哲也さんの言葉を今聞くとね、2015年になんかこと失礼だけど筑紫さんの亡霊が現れたのかなっていう感じがちょっとしますね。本当にあのこれからもね定期的にまたあの西岡先生もねお供がつけばまた何か光栄です。お呼びたらいい。はい、喜んで、はい、本当に今日どうもありがとうございました。あとちょっと一つだけお聞きしたいことがありましてですね、当時そのこのか何て言うんでしょうか、マルコ・ポーロの事件を受けて、いわゆる普段その言論の自由を守れと言っている、まあ、左系の人たちの中からその何て言うんでしょうか、ご一緒のあり方あるいは SWC に対して具体的に批判というものがですね上がったのかどうかということのところで、何かその言論人でこういう人たちはっきりその批判したとかありましたら、ちょっとそう、そうですね、まずあのなんかさっきそのお話がちょっとここで出てましたけど、あの今なくなっちゃいましたけど、噂の真相という雑誌がもう非常に応援してくれてましたよね、というかそもそもマルコポールの記事の前に噂の真相は木村愛理さんにこのシンドラーのリストが訴えたホロコースト神話への大疑惑っていう記事に載せて、あのマルコポール先だったんです、噂の真相の方が。であと事件の時にも非常に私をあの肯定的に書いてくれた。だからもう岡留編集長にはとても感謝してます、それからあの私の言ってることには全く賛成は しなかったんですけども、江川翔子さんがあの月刊作るという雑誌95年4月号に非常に長い記事を寄稿されまして、であの
私の記事は支持しないんですよ。だけれどもそのサイモン・ウィーゼンソロセンターのやり方はあの民主主義の枠を超えたものだという趣旨で非常にはっきり批判していて、だからあの私も江川さんと意見の違うことが非常に多いですけれども、だけどいわゆる左翼というかリベラルというか方に分類されているあの方たちの中からこういうことが出てたということは事実として記憶しないといけないと思います。そこに行くと保守言論人は何やってたんだとちょっと言いたくなりますよね本当に本当にそう思いますよね。江川翔子さんは最近でもあのそうですね、見読みました。またあの、百田さんと自民党がそうここに圧力かけるという事件のことに書いて批判をして、そうマルコポーロ事件みたいですね、そう、うん、書いてます、批判しました。だからあれはだから自民党の議員がだから SWC から学ぼうって、ね、麻生さんはナチスを真似したらどうかと冗談でだけど言ったんだけど、その一方でじゃあ自民党の議員は SWC の真似したらどうかねって言ってるようなもんですよね。本当にもうあのちょっとオフレコでまた何回の懇親会の時にまた過激な話とかもお願いします。はい、わかりました。